東北新幹線駅別乗降人員トップ5定期編。東京駅から新青森駅を結ぶ全23駅からなる路線です。営業キロは 713.7km。 八戸駅新青森駅間が2010年に開通し全線開通となりました。ウレックスは新幹線通勤を行うための定期券です。毎日新幹線に乗って出社する人たち羨ましい限りです。新幹線定期利用者限定で乗降人員が最も多い駅はどこでしょうか。注目のランキングスタートです。第5位です。福島駅1日あたりの定期利用者乗降人員は2892人です。中央の2線は通過線となっていて 320km で通過が可能になっています。第4位です。仙台駅1日あたりの定期利用者乗降人員は4314人です。5位の福島と比較し東京から遠ざかりました。駅は青葉区中央1丁目にあります。第3位です。宇都宮駅1日あたりの定期利用者乗降人員は5207人です。駅は栃木県宇都宮市にあり宇都宮線、日光線、烏山線への乗り換えが可能です。第2位です。大宮駅1日あたりの定期利用者乗降人員は6400人です。新幹線乗り場は地上3階の高架上にあります。大宮総合車両センターが隣接している駅です。1位はあの駅しかありません。東京駅1日あたりの定期利用者乗降人員は9838人です。1万人を下回りました。利用者のほとんどは定期外利用者です。これから年末を控え帰省客など混雑が見込まれます。本日はここまで。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。感想お待ちしています。